最初にね、えーうん、9月1日の防災の日にちなんで吉野さんのお宅の防災バッグはどんなものが入ってるのというのを伺ったところです。で、はい、やっぱりあ,のあれなのかな発達障害だからこれを持つみたいなものってあ,ありますかそうですね、うん、まあ今あげたもの以外にもちろんあの一般的になんていうのかな必要常備してた方がいいものは持ってますけど。うん あのー、基本私たちっていうのはちょっと避難するっていうこと自体が苦手なんですよ。で避難先で過ごすっていうことに関してはもっと大変だろうなと思うのでうん、うん、あのー、もうその時って多分あのー、周りの状況よりも自分たちがどうそこでこう息をするかというか、うん、そのぐらいちょっときつい状態だろうなと思うのでそこをこう、うん 気が紛ら,紛らわせるような状態を持っていくために、息子とこう楽しめるようなものとか、息子が集中できるようなものだとか。うん、私自身が安心できるような服装になるとか、うん、そういうものを入れてますね、はいうん。絶対に自分が知っておきたいよね。それをまずね。これだっていうのはあるのかな。うん、やっぱりみんなそうだと思います。あの、ね、例えばほらあの提携否定型変わらず、はい、あのちっちゃい子ってこう。おもちゃをずっと持ってるだとか。うんうん、あの？ 毛布だとかタオルケットだとか、あるね、なんかそれ持ってるとっていうのがあるじゃないですか、うんうん、でも大人になってから全くないではなくって、うん、結構あると思うんですよ、なんか毎度、川に必ず忍ばせてるんだとか、うんうん、そういったものの、全く同じものをそれを入れるとなるとその日、毎日が大変だけど、同じものを購入しておくとか、うん、それに変わるものっていうものを入れておくだけで、うん、やっぱちょっと違うのかなっていう部分はあるんですね。うんうん ありがとうございます。うん、やっぱり今、避難所で過ごすことを考えるとちょっとこう大変というか、先にいろいろ準備しようって思われるって言ったんだけど、うん、私ここも気になってて、うん、人それぞれなんだけど、うん、避難所へ動かなければいけないタイミングってあるじゃないですか。はい、この辺の判断って、うん、より大変なのかなってちょっと想像したんですが、どうですか。うんあのー もうだいぶ前になるけどもね、東北の時にでも、はい、あのちょっと耳にしたのが、自閉症の子がですね、レスキュー隊の指示に従えなくずっと柱に縛りついて家から離れようとしなかったっていうことがあるんですけれども、うんうん、やっぱりね、難しいんですよ、うん、自閉の部分が強いことになると。うん、まあ私でもも基本的にに家の中にいればもう いいやって思うような人間なんだけれども、うんうん、もちろんそのなていうのかな、絶対に皆さん避難してくださいっていう絶対命令が出れば出ますけど、はい、それ以外だと、うん、例えばあのー、前回いつだったか来た台風とかね、うん、あのー、今あのー、なていうの山山じゃないや崖崩れだとかうん、うん、いろいろ水難とかありますよね。そういったものに関しての避難っていうのはやっぱり自分でちょっとある程度 でできるじゃないですかそう言われなくて任意にできるというか、はい、それに関してはもうあの本当に危ないと思わない限りもううちらの場合は家の中で逆に過ごしてる方が安全にこう身をかあのなんていうのかなあの大丈夫このぐらいどうってことないやっていうつもりではなくってね家の中でなんとかこう過ごせるようにしてるんで普段からあの雨が強く降ったら あこの辺が水たまりができるところ、ここはちょっとっていう部分で、で家借りるときも一応、最初にハザードマップを見て、うん、今、この辺の状態はどうなんだっていうのを確認しますし、避難所もまず確認する、一時避難所とかね、うそういうところも確認してはい、はいで、台風の場合だと、まあ、基本的に私たちが住んで私と息子が住んでるところっていうのは、そんなに避難する必要がないところなんですよ。はい あの、水、水難もそんなないですし。はい,はい。だから、そういう時は逆に家の中で停電が起きても、うん、何が起きても大丈夫なようにっていう形、うん、家の中でのこの準備っていうのをするだけで。避難はしないですな。なるほど。今、あの、在宅避難っていう言葉もあるぐらいだから。結局、うん、えっと、避難所に移動するよりも、自分の家でより高いところだったり、今、うんまあ、水害、水害だったら。えー、より高いところとか。 ご自宅で、えー、と避難行動をしてくださいっていう場合も呼びかけとしてはすごくあるのである意味その、えー、持ち出す何かっていうことではなくて普段と違うシチュエーションになったときに家にいても電気が来ないとか水が出なくなったみたいな時のための準備って感じなのかな。うんうん、そうでですね、うん、あの私が沖縄生まれで、はい あのー、私が小さい時っていうのはもう本当に台風がすごかったし家の造りも、あのー、なんていうの瓦屋根ですごい台風の時はひどかったんですね。うん、なので、あのー、台風が来たらまず水の確保と食べ物の確保っていうのをやってておにぎりを作ったりそうめチャンプルーをこう大量にやって、うん、<laughs> こう停電になっても食に困らないようにするとかあと我が家だったの場合だ ですけどあのトランプとか花札、うん、ろうそくは絶対に置いてあってお菓子もちょっとあって停、うん、電になったら逆に子どもの時はは、ね、停電になると嬉しかったんですよ、うん、なんかちょっと遅くまで起きててもいいぞ、<laughs> トランプしようねなんて言いながらいとでも、やっぱ大人の方はそういうわけにいかなくて、ねね、いろいろ心配はしてたんだろうけど。そういうい 体験があるからあこれだったら大丈夫かな、うん、これはちょっとひどいかなっていうのがなんとなくもう,こう分かってきてるんでんなるほどあのちょっと戻っちゃうんだけどさっき、はい、あの東北の震災の時に自閉症の子が柱から離れられなくてっていうお話ありましたがこれ、えー、あのどうしたらよかったんだろうどう声かけすべきだったんだろういや正直言ってそれあのできないあの レスキューの場合は厳しいと思うし親御さんでもきつい場合があると思います急なことだしあのいきなり離れろっていうのは本当に正直なところ難しいものでこれ特性が強ければ強いほどやっぱりその配慮も必要になってくるかと思うんですがならば普段からできることって何になるんだろうだから自宅にいてこう避難しなきゃいけないわけだから日頃からね 家の中での避難訓練じゃないけどやっとく方が、うん、まあ完全にこれができるとは限らないけれどもそれって例えば学校でよくやる、うん、地震が来ましたってなったらば、はい、一方でまず机の下に隠れるとか、うん、そういうこと そうそう,そうそう、<laughs> 家の中で、我が家の避難方法じゃないけど、うん、そういうのをやって、こういう時はあは出るんだよって、ここにこうやって、うん、ただ出るんじゃなくて、出た先が心配だから、出た先っていうのがどうなるかわからないわけだから、うん、出たらここに集まって、こういうふうにして、こうしますっていう見通しを立てるのを、うんうん あの常にこう毎月毎月やるとかね、うそういう具合にやっておかないと、私なんかでも、結局は避難した、うん、するとかってなっても、まず第一避難所がここでしょって、うん、でも次に行くところがここねって、うん、ここの場合はこうするねとかって、やっぱりあの息子と話をしてるんですが、はいこう一、必ず一緒ってわけじゃないじゃないですか。そうなの だから離れた場合の時の、うん、あの息子一人で避難できるような指示もしておかなきゃいけないのでうん、うん、まず避難場所で父、ここに行くよねここに行ったらそこで待っててって。うんうん、でもし あの大人がレスキューの人とかがここに避難しろって言われたらして,く、うん、してもいいからその代わり目印をつけといてくれるっていうことで私たち親子だけで分かるような目印は一旦ここに来たんだなっていうのが分かるとかそういうことはあのー、普段からなんていうのから笑いながら夕食の時に喋ったりとかしてますけど月1回の,その避難訓練できっとね大変なんだよねやるのね。 大変家の中だとね、うん、多いなって感じちゃうんだけど、もその, <laughs> <く>あのうみ、うん、家の中とか、うん、要するに家の動線、はい、ここから入り口、玄関まではこうちゃんと足元に何も置いてないかとか、天<才>あの家の中で例えば地震が起きたら、はい、あのトイレに逃げろとか、うんうん、そういうのをやってるんで、あのその都度 はあ、いいこと聞いちゃった、今すごい思い当たる節がありありだから、今、家の中が、いろんなところにぶつかって歩かなきゃいけない状態だから。結構、ほら、物置いちゃって、私たちなんかは特こやっちゃうんで、その都度やっぱりあの避難するって言いながら、うんうん、玄関のところがごちゃごちゃしてたら、ちょっと歩きづらいから、そ,そ,うそ,うそこは綺麗にするし、うん。なるほどな、まああの、月1回っていうのは、多いかなって言いながらも、 いつも話してれば、それが当たり前のことで、結局、突発的なことでないという認識をさせていくことができそうだもんね。それ以外にもあの、うち高校生なんだけども、はい、遊びに行くときはどこどこにいるよ、今ここにいるよとか、あの極力連絡をさせてるんですよ本当にしてこなくならない、でも。 ですそうだと思うんだけど <laughs> それをやらないと理由は <laughs>、はい、あなたを監視するためではないと<う>あの災害が起きたときもしくは電車の事故が起きたときに、うん、これに乗ってるか乗ってないかとか、うん、いや息子は今そこにいるから大丈夫とか、うん、そういう判断がしづらくなるから、うん、その所在地っていうかねいるところだけでも、うん、あのはっきりさせとけっていうことで連絡はさせてるんですよ。うん大事 素晴らしいやっぱこうな何いつ何が起きるか災害ってね,ね分からないじゃないですか、事故もそうだし、うん、地震もそうだし、あのやっぱ怖いのは、地震がね、うん、私の中では地震が怖いので、うん、あの最近っていうか、もう3.11の時に私と息子はあの、うん、離れ離れで、うんはい、会えたのが夜中だったんですよ。 うん、あのは6時間近くかけて歩いて息子に会いに行ったっていう思いがあるから <laughs> 息子自震がめちゃめちゃ怖くてちゃんとひとところにいたわけですか息子さんはあのちょうどその時は息子は保育所にいて、はい、その保育所があのずっと深夜まで見てくれてたんでそうか助かった。 だけどそれがやっぱり2人ともちょっと頭にあるから自信はそれなりに怖いっていうイメージがあるからもう都度やってますねそうねまあ,あの全然その発達障害だからっていうことではなく癖つけていきたいことだなっていうふうには思うんですよねやっぱりね。うん、なかなかねあとはもうご自身次第だものねあの揃えるものだったりその何て言うのう、ね、会話の中でどう切り出していくかみたいなことはね。 うん、あのだから難しい顔をしてやるんじゃなくって、うん、会話の流れあのはお話普通の一家団らみたいな形でうちはやってるんだけれどもうん、うん、それぐらいの気持ちっていうかあんまりかしこまってやると逆に硬くなっちゃって毎月やりづらくなるから、うん、確かに毎月というよりも,、うん、もう思い出したらやるぐらいのう離れた時ととかかの合図とかってうちはほらあの もう色が決まってるんですよ。息子は黄色、私は紫ってやって、<laughs> うん、だからあのそうあのバッグの中とか、息子のカバン、通常あの学校に行くカバンの中にも黄色のペンマーカーが入ってたりとか、はい、あの黄色のポーチだとか、そういったのが入ってるんだけど、うん、それをなんか、み印になるようにしてやってっていうことで、いつもやってるんで、うんね、紫の,あの例えば、 紫のペンで何か書いてるあこれは私が書いたものだなとか分かるとかそういう話をもうだんだん一回、だんだんの時にちょこっと普段から使えるようにね。そうねねなるほど、ねうん、自分カラーをつけておくっていうのもいいわねねだから、ね、あの意外とね使えるもんですよあの災害の時にしか使わないではなくて、ねうんね、普段からそういうふうにしてると何かの時に役に立つんじゃないかなと思ってな、うんうん、なるほどなるほほどど、うん、ありがとうございます。 まだまだちょっとあれだけども、もうちょっと掘り下げたいんだけども、また教えてもらおうと思いますね。<laughs> うん、ありがとうございます。今日はえっと、はい、リクエスト曲も頂戴してましたね。ええ、うんなんでこの曲でしょうか？光源氏の勇気100%いやー。なんかちょっとまた延長かよっていうところでね。<laughs> <laughs> 落ち込みそうな、でもこれから学校に行ってるあの息子が初めて、うん、あ学校2学期行って、うんうん、そこで、じゃあちょっと落ち込まないで、勇気出してもらおうかなっていう気持ちですね、自分も元気になりたいぞみたいなところで。<laughs> ありがとうございます。まままたたたいいいいととと教えてくだささね吉野さんあ、はい、ありりががううごござざしし はいお話しいただいたのは特定非営利活動法人チャイルドギフト代表理事吉野春江さんでしたリモートでの生出演今日もありがとうございました